たりました西武ライオンズ。マウンド上はエース東洋、ランナーを見て足が上がって第1球を投げました。打ったセカンドゴロだ。セカンド山崎前進してゆっくりと一塁のスティーブに送りました。試合終了。西武ライオンズ2年連続日本一が決定いたしました。広岡西武がジャイアンツを破って2年連続日本一を達成いたしました。昭和53年秋、日本中がヤクルトスワローズ球団創設29年目の初優勝に沸き返り、広岡達郎ブームが巻き起こっていた。ちょうどその頃、後に日本プロ野球の勢力地図を塗り替えることになる革命の卵が埼玉県所沢市に産み落とされた。球団を引き受けてほしいという話が参りましたので、なるべく早い機会に球団の社長を決めたいというふうに考えております。プロ野球の名手の座奪取という大きな野望に向けての長い長い道のりのスタート、西武ライオンズの誕生であった。私はかねてからプロ野球の経営には乗り出さないということで、終始一貫してまいりました。急に、中村氏からどうしても球団を引き受けてほしいという話がまいりましたので、なるべく早い機会に球団の社長を決めたいというふうに考えております。西武が球団経営に乗り出したことは世間に大きな衝撃を与えた。というのも、西武といえば当時すでに観光事業を手広く手掛け、今さら野球で企業宣伝をする必要がないほどの知名度の高い企業であったからである。なぜ西武は、なぜ堤オーナーは球団を買ったのか、人々はそれを知りたがった。要するに、その人を集める商売というのは儲かるということは、要するに西武の商法の一番根幹にあるわけですよ。それで、まあ野球なら国民的スポーツだからね、野球場を作れば商売になるという考え方があったわけですよ。例えば巨人にやってもらうとか、ヤクルトに来てもらうとかいうことでね、例えばヤクルトのオーナーの松野さんにね、うちで試合やってくれませんかと、球場を作りながらそういうプロ球団と交渉してたのね。ところが、まあ巨人戦しか商売にならないもんだからね、ヤクルトの松野さんなんか、じゃあ13試合のうち1試合ね、西武持ってきましょうというようなことで非常に恩に着せられたりしてね。それで、なるほど、これ球場を作ってもプロ野球が来てくれなかったら商売にならないと、それでハッと気がついたわけですよ。とにかく球団を買わないことにはプロ野球の試合がやれないわけだから、それで思い切ってね、買ったんですよ。西武流のライオンズ大改造が始まった。まずリゾート感覚あふれる新球場、ライオンズ球場を建設。イメージ一新のため、子どもたちに人気のあったレオマークの権利を買い取り、一流デザイナーを起用してユニフォームも決定。くすんだイメージはライオンズから完全に拭い去られた。そして球団結成の披露パーティー、政財界そして芸能界からも数多くの招待客を招いた。こうしてライオンズは西武ならではの計算し尽くされたスタートを切ったのである。さらにこの年、ライオンズは海外キャンプを張り、国内でのオープン戦は一試合も行わなかった。西武は新生ライオンズを完全にベールに包む戦略に出たのである。それはファンの興味期待を最高に高める効果を生んだ。そしてついに西武ライオンズがファンの前で秘密のベールを脱いだ。しかし、そこには現在の王者西武の姿からは想像することもできない悪夢が待っていたのである。開幕12連敗、投手陣崩壊、打線は沈黙、目を覆いたくなるほどの戦いぶりであった。雰囲気っていうのは、僕は新人だったんで、こういうもんかなっていう感じはあったんだけども、やっぱりこう負け続けると、負けてもそんなに悔しがらないっていうんですか、
なんか負けるのがなんか当たり前だなっていうような雰囲気、なんかこう負け犬根性っていうんですか、あれがなんか染みついてるような感じがしましたけどもね。眠れる獅子が片目を開けたのは開幕から13試合目、4月24日のことであった。西武はこの日、松沼博久、永井保の後継投で南海を下してついに初の白星を飾ったのである。本当に選手もお客さんもみんな本当に優勝したようなね、雰囲気でしたね。もういろんなとこから万歳万歳と、あとすごいこう嬉しそうな顔がね、今でもこう印象に残ってますけどね。だから勝った時に、あ、これ勝てばみんなが喜んでくれるんだなっていうのはね、ものすごく思いましたけどもね。ところで、創世期のライオンズには田淵、野村、山崎らトレードによって集められたスタープレイヤーの姿が目立った。なぜ西武はこれほどまでにスター集めにこだわったのか、それにはある一つの出来事が大きく影響していた。にはその前の年に起きた江川事件の影響があった。西武がライオンズを買い取った時、その中には江川卓投手に対する入団交渉権も含まれていた。全国区人気を持つ江川を新生ライオンズの目玉にしたい西武は懸命に江川を口説いた。しかし江川は空白の1日を利用して巨人へ入団。目玉商品獲得に失敗した西武は急遽スター作りを迫られ、各球団のスターをトレードで獲得していかなければならなかったのである。住さんはその球団も球場も一種の観光事業だと思ってるからね。観光事業に何が大事かっていうとね、目玉の施設なんですよ。例えばこの遊園地の目玉あるわね、あれ何つったっけ、ジェットコースターか、あれだってこのひっくり返ったりするやつとか、一番新しいの持ってくれば必ず客が来てくれるわけですよね。で、球団にもそういう人気スターを持ってくれば客が来てくれるという考えだから、江川はどうしても欲しかった。西武の球団経営の根底には一つの方針があった。それは野球そのものではなく、その周辺の球場、鉄道などで収益を上げれば良いというものである。目玉商品のあるチームには固定ファンがつき、そのファンを球場へ運ぶ鉄道には莫大な運賃収入が入ってくる。西武球場のフェンスには広告もない。こうしたさりげないポイントもイメージアップにつながる。まるで観光事業であるかのように、何よりもイメージを重んずる戦略は野球界には革命でも、西武にとってはごく当然のことであった。例えば品川プリンスなんか1年間300万人ぐらい人が来るらしいね。苗場も200万人以上来るというんだね。人は入っても150万人だと。うちの事業の中じゃね、そんな大きい方じゃないですよと、そういう言い方をするんだよ。で、我々はもう野球場なんかすごい商売だと思うけどね、彼に言わせるとゴルフ場とかスキー場とかね、その軽井沢とかそういうものの方がよほど客が集まると。だから彼に言わせるとワンノブ全部なんだね。西武はまたマスコミとの密接な関係も作り上げた。球団創設4年目にしてラジオのライオンズナイターがスタート。巨人中心だったスポーツマスコミに一石を投じた。西武サイドから言えばこう引き込んだかなっていう感じはあるのかも分かりませんし、で、まあ、ラジオは私どもだけだし、それからテレビの方もテレビできちんとやってらっしゃいますしね。そういう意味ではかなり企業として今まで その野球チームとは違った統一した意思っていうのを感じますよね。球団の外枠が固まっていく一方、ライオンズは1年目最下位。その後も A クラス入りできないまま3年が過ぎた。しかしその低迷の陰で戦力面での補強は着実に進められていたのである。この時期の西武はまさに目ぼしい人材を総ざらいするかのように、実力と個性にあふれた獅子たちを一人ずつ入団させ、チーム力は徐々に完成の域に近づいていった。そして昭和56年秋、機は熟したと見た西武は一人の優れた監督をチームに招いた、広岡達郎である。本日西武ライオンズと正式に契約を交わしまして、来年度から監督として指揮を執ることになりまして、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。充実した戦力はその時名監督の手に委ねられたのである。そして広岡は徹底した管理野球でたちまち眠れる獅子を飼いならした。
就任1年目の昭和57年、いきなり前期優勝を果たした広岡西武は勢いに乗ってプレーオフで日本ハムを撃破。ライオンズとしては実に19年ぶりの日本シリーズへと進んだ。広岡ライオンズは日本シリーズでも中日を4勝2敗と簡単に下して日本一。球団創立わずか4年目にしての日本一に世間の人々は目を見張った。なんていうんですか、パリーグで優勝を争えるようなチームにこうなったっていうことですね、うん、でまあプレーオフも随分運が良かったと思います、うん、またこの日本シリーズもね、中日もコンディションがちょっと悪かったし、まあそんなことで、まあ、あの強いねチームができたということはよく分かりましたけど、強いチームができただけでは野望は果たされていない。まだまだ新興チームに過ぎない西武に残された悲願は打倒巨人を果たし、プロ野球界の名手の座を奪うことを大独走で制覇、巨人との日本シリーズに臨んだ。ついに西武は野望達成のチャンスを迎えたのである。やっぱり 4-3 で行くんじゃないかと思いますけどね。だいぶもつれました。もつれて最後は勝てればいいかなと。営業面も非常にいいし日本シリーズ開幕、ついにその時はやってきた。ピッチャー江川。第1戦、巨人のマウンドには西武創立直後のあの熱心な勧誘を蹴り巨人に身を投じた因縁の江川卓の姿があった。その江川に田淵が挨拶代わりのスリーラン。堤オーナーも球場へ足を運んだという打倒巨人の第1戦は西武がまず先手を取った。第2戦、球界の名手の座は渡せぬとばかりに西本が西武の前に立ちはだかった。4安打完封、巨人もまた王座を守らんと必死であった。続く第3戦は今は亡き後楽園球場に場所を移して行われた。逆転また逆転のシーソーゲームは9回裏、お祭り男中畑清のサヨナラヒットで決着。巨人が名手の貫禄で2勝1敗とリードした。西武にとって絶対に落とせない第4戦、獅子が吠え打線が大爆発を遂げた。2勝2敗のタイ、プロ野球の名手の座をかけた決戦は目の離せない展開となった。先に王手をかけるのはどちらか。第5戦は行き詰まる投手戦となった。しかし巨人は9回裏、福平クルーズがサヨナラスリーラン。西武は断崖絶壁に追い立てられた。このまま野望はついえるのか。思えばこの時が西武が新しい名手の座に座るための最後の陣痛だったのかもしれない。王手をかけられたまま所沢へ戻ってきた西武ナイン。しかしその落ち着いた練習ぶりには余裕さえ感じられた。選手にはうちの方が内容的にはね、絶対有利なんだと、うん、今のその王手がかかってもこれは魔術でね、王手で一つでもう後がないなとは思うけども、出だしがね、確かカラオケでもやろうかっていう話か、話っていう言葉からミーティングに入っていたと思うんですけども、それを言った後に真面目な話になって、相手の投手陣っていうのは無理して使っているから絶対に西武の方が有利だっつって、あの時にどのピッチャーがっていうのはちょっと忘れましたけども、何しろこう中3日ぐらい、2日3日ぐらいで使ってきたんですよね。だから西武は投手陣は疲れてないから必ず勝てるっていう、ものすごくね、
暗示をかけるというか納得させられる話をねしてくれたんですよね。第6戦の9回表、中畑の逆転三塁打が飛び出し、巨人が一気に日本一へ接近する。しかし西武は9回裏、かろうじて同点に追いつき、野望達成への望みをつなぐ。そして迎えた10回裏、金森が江川からサヨナラツーベース。獅子は土壇場で息を吹き返し、土俵中央まで寄り返した。日本一、そして球界の名手の座をかけた第7戦、西武が7回裏、ペリーの3点タイムリーツーベースでゲームをひっくり返した。この1点差を東尾が守り抜き、ついに4勝3敗、西武の打倒巨人の野望は果たされたのである。西武ライオンズが全国区のチームとなったのは、実にこの瞬間であると言ってもいい。これで初めて西武ライオンズがどこへ出ても西武あるという、本当に誇りに思っていいと思います。いやね、あのテレビで見てね、興奮したってのは初めてだね。よく監督はあれベンチでああやって人ごとみたいな顔してると思うけど。そう見えるだけですよ。大変なもんだと思うね、あれはね。優勝すれば嬉しいし、まあよくやったっていう、もう一言ですね、よくやってくれたと。でよくやってくれたって言って肩叩いておしまいじゃないから、まあその先はですね、やっぱり報いる方法っていうと一つじゃないでしょうね。もう私の手から離れてね、もう一つその不安があるわけですよ、ね、私は単なるスポンサーであって、やっぱり本当のオーナーっていうのはもう不安なんですよ。ファンがオーナー、この言葉が西武ライオンズの原点であろう。プロ野球を観光ビジネスとして捉えることなど誰も考えもしなかった。しかし一人の男が埋もれかけたチームを拾い上げ、心沢の山を切り開いて、ダイヤモンドのような輝きを見せるチームに仕立て上げた。それは日本プロ野球の最も新しい伝説である。そして西武は宿命のように今なお勝ち続ける。もしかしたら西武の野望にピリオドはないのかもしれない。